申し込む。道端アンジェリカ結婚後初公の場でのロケ、楽しくやっています。道端アンジェリカ32日16日都内で行われた東京 FM の特別番組ドールバナペンプレゼンツチアアップランナーズ公開収録に参加。昨年12月25日に自身のインスタグラムでかねてより交際していた韓国国籍の一般男性との結婚を発表して以降、初の公の場となったが MC から祝福されると照れ笑いを浮かべた。同じく昨年12月に10年交際したダンサーの女性と結婚した元サッカー日本代表の前園正隆44も参加していたことから、お互いにどうですかと新婚生活を探り合い、道端は普通に幸せです、楽しくやっています、旦那さんが海外の方なので一昨日のバレンタインデーもラジオの生放送中にいきなりやってきて花束をくれましたと充実した生活ぶりを覗かせた。夫との約束事についてはお互いにリスペクトは忘れないようにしようねとは話しています。あとはお互いに何でも相談して隠し事はないようにしたいなと思っていますとにっこり。 MC から結婚生活も感想ですねと向けられると、最後まで続けられたらいいなと思います、感想させてくださいと満面の笑みを浮かべていた。同番組は今月25日に開催される東京マラソン2018に向けたランナー応援バナペンキャンペーンの一環として実施。マラソン経験も豊富な2人がマラソンランナーにとってのエールの重要性や東京マラソン